いっす。おっ、始まりました。よいしょ。始まったね。お久しぶりでございます。今週も始まりました、新生 YouTube チャンネルでございます。よいしょ。久しぶり。お久しぶり。久しぶりです。港でございます。今日はメインパーソナリティやらせていただきます。よいしょ。お願いします。今日ということでね、まあ水木はいないよ。でも豪華メンツですね。豪華メンツなのか、うん、豪華、どっから豪華、どっから豪華なの。3名俺より上からっすね。まあそうっすね。今日カメラ遠いねって。遠いっすかね。まあ人数がいるんでね、ちょっと横幅がなりますけども、まあ30分お付き合いくださいということでございます。じゃあ早速タイトルコールいきます。新生 YouTube チャンネル始まりはあなたから。どうぞ。まあ、とりあえずナイス乾杯しますか。したらそうですね、乾杯しましょうか。じゃあ私も乾杯しましょうか。アロエオリート。僕ちっちゃくなりました。顔を削ってないですよ。削りたいですでは、この前ちょっとね、顔のメンテナンスにちょっと行ってきましたということでね。行ってきましたか。行ってきました。目をね、ちょろっとね、目力バシバシすぎて怖いな。バシバシですねそうだね、なんか吸い込まれそうって言われますけど、あと目の奥が笑ってないって怖いわ凍りついてるって言われますということで、じゃあ乾杯しますか。しましょうか、ね、いや、足りないやろ一人とりあえず乾杯しようか。とりあえず乾杯しようか。とりあえず乾杯しよう。ナイスナイス。あーさあさあさあ、乾杯。いいですね。よいしょ。あ、おいしいわ。あれ、どこ行ったの。休憩ですね、多分。休憩、はい、え、休憩帰った。モチベーションが、モチベーション、モチベーション、モチベーション、やばいな。今日、あの、今日のメインゲスト、そうですね、主役。メインゲストって何っていうのはね、メインゲストっていうのかな。そう、メインゲストです。そうだね、みんなお待ちかねのね。やべえ、普通連れてきてよ。そう、メンタルグラグラらしいっすね。どうしたんだ、あの人。目の奥笑ってないの、前から。誰だこいつ。全然描けない、全然描けない。え、なんて。黙っちゃった。放送事故だから。放送事故だから。誰かしらね。港は作り笑い。なんか今日ディスられるな。笑うとき笑ってんだけどな。おかしいな。今日いっぱい笑いましょう。今日いっぱい笑うか。作ってないよ。作ってないよね。糸とかいろいろ入ってるからね。違うよ。引きつっちゃダメだから。引きつっちゃダメってことは。引きつっちゃダメだから。結果笑えてねえ。笑えてないけど心の自己紹介ね。自己紹介。あ、とりあえずね、来たからね。じゃあまあ、一番最近入った組からいきますよ。最近でもねえか、うん、そうっすね、1年ぐらいかな。デンでーす。声ちっちゃいからな。デンでーす。はいはいはい。ホテルです。はいはいはい。つぐとです。はいはいはい。なんて言えばいいかな。迷ってるな。作り笑い港です。はい、スーパーサイボーグ。よいしょ。笑ってますよ。サイボーグ。もうね、そうだね。メインゲストはということで、ゲストをお呼びしたいと思います。じゃあ、今月ハッピーバースデーを迎える、おお、九条蘭支配人です。よいしょ。メンタル整ったか。ナイスメンタル。メンタル整ったか。そうね。きたー。豆腐メンタルが。豆腐メンタルだ。豆腐メンタルだから。豆腐メンタルだ、ね、あー、もう豪華。ああ、顔面レベルが、もう顔面レベルが、これ見えないんだわ。マイナス50ぐらい。こっちにあるんだわ。マイナス50ぐらい。そこね、こっちにあるんだわ。何飲みます。なんレゲパンチがいいな。レゲパンチないね。レゲパンチないね。ジーチリヒール持ってきて。じゃあアロエヨーグルトが一番多分優しい感じですね。トンレイ行くの。トンレイ。おお、乾杯でいいのかな。乾杯しましょうか。改めてね。改めて。それでいいの。はい。はい。イエーイ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 。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。もうハッピーバースデー。もうだいぶ前。ああ、美味しいね。ね。
音やって右端、どっちかって言ったら左端じゃないですか。これ多分ね、逆に映ってるんです。逆ですね。そう、反転で映ってるから。あ、そうなんだ。あ、そうなん、初めて知った。そうだよ、逆だよ。なんならもっとニコ生出てよ。そういうことですから。やっぱりね、そんな暇ねえんだよっつって。じゃあ人じゃない、対人じゃないからね。確かにね、対人なら得意みたいな言い方してるね。ランナー声張ってねえだって。はい、頑張ります。あれに向かって喋るんだもん ね、 だってね。まあ、言うたらそうそうそうっすね。返事が返ってこないのもちょっと寂しいよね。たらたら喋ってるだけみたいなね感じの。あ、どっちなんすか。教わればいいね。いや、なんかね、切り替えられるみたいよ、画面が。こっちなの。本当はこっちだね、多分。これだね。うん、それでございます。じゃあ番宣してどうぞ。いや、番宣はもういいでしょ。ないよ。いや、行きましょう。一応とりあえず10秒だけ食べますよ。ピンマイク必要っすか。ピンマイクだいぶ必要だね。声が通るから大丈夫か。だいぶ必要。行ってみましょう。まあ、とりあえずね、その今週じゃない、来週か。来週の水曜日、お22日かな。22日おお、まあ、バースデーやらせていただくんで。おお、いくつになるのさ。26っすね。おお、そんな広がんねえな。広がんねえよ。おおしか言えないよ。そうなるよ。なんも言えん。俺の振りも良くなかったかもしれないな。ラグに行きましょう。おお、いいっすね。ラグに行きましょう。レンとランがね、どっちか分かんない時もあるかもしんないよ。だってほら、いや、大丈夫っすよ。俺みたいな髪色もなんか一緒。髪色もなんか一緒だし、分け目若いから。分け目逆じゃん、ただなんか。レン顔老けてっからな。俺若いから大丈夫っすよ。ほぼタメやもんな。ほぼタメだよ。ほぼタメだよ。ほぼタメ。分け目でしかもう見分けがつかねえ。ね、顔一緒じゃね。お母さん立ってみてって言われてますよ。でも普通のやな。ズボンは派手だ。こうなる。そうだ、映らない。派手だよ。下半身コスモだから。コスモだ。コスモを感じてるから。宇宙だ。宇宙だから。髪も咲いてる。髪も咲いてる。そこはズボン可愛いな方を取り上げましょう。マイナスな方いかない。そこはね、そこはね。だいぶ切ったのがいい。だいぶ切ったのだから。アラーさんスキップしてる。どういうこと。息切れちゃうんだわ、そんなに。息切れちゃうんだ。息切れちゃうわ。そうや、もう店戻れないんだわ。1日100歩歩かないから。1日100歩歩かないよね。歩かない。店で歩いてないの。歩いてないの。歩いてないんだ。何やってんの。ちょ、カンペ役をね。カンペ役って何。 AD いらないカンペって必要な。いや、これいつも何やってるんですか。わかんない、何もしてないよ。何する気よってか。ノープランすぎてわかんないよ。そうっすね。そう、打ち合わせね、やっぱ大事やったわ。大事。なんか欲しいっすね。バラバラやってみたいな。だってスタジオ着いたの5分前だ。打ち合わせもなんもないわ。こんなんなんだな、みんないつも。そうなんだ。もうゆるいね。ゆるいんだよ。なんかイベントしてイベント？何がいいんだ？怖いな。ね、今日は企画ないのと。企画？ありません。ありません。逆になんか。いつもある。募集？募集。募集したいですね。募集です。何してくださいみたいな。なんかやってほしいことありますか？逆に。いつも逆に。逆に向こうもやってほしいこと特にないかもしれない。そうだね。まあだからどうだみ見つめ合っとけばいい。港とランのキス、うん、そういうのやってないですね。とりあえずそれからそういうのやってないかもしんないな。ね、港くんと見つめ合ったらもう吸い込まれちゃう。吸い込まれちゃうから。笑ってない目に。そうそうそう、あのメデューサって呼んでください。メデューサ、うん、店違うけど。縦行ったらどうするんですか。縦行ったらどうする。ランラン好きな音楽は。好きな音楽、無難なとこ行きましょう。無難なとこ。無難なとこみんなが知ってるやつ。うん、みんなでも、ラルクかな。ラルクな。あ、なんかラルクで踊ってって書いてますよ。お？踊ってないでしょ。ランラン踊って。踊った瞬間にガラパンしか見えない。しかもミナトじゃなくてミナトになってる。ミナトの好きな。ミナトでしょ。俺じゃない。何？何が？踊ってって書いてあるんですよ。ほら、踊りながらスキップしてほしいよ、ランラン。踊りながらスキップ。みんなと、歌でしょ。いや、踊りっす。お、歌ってって言ってますよ。お、じゃ歌はいっちゃあかんから、ほんまに。じゃあ、スキップの方で。じゃあ、スキップの方で。スキップ出したやつ誰やねん、ほんまに。スキップばっかりもう。今日はランナーをいじる回なの。あ、そうなの。合ってんの。合ってる。そうなんだ。企
画ですもんね、今日の企画。いいってだからそれ。もう分かってるよ、もうみんな。まあまあ反射してるんですよ、ね、そうですね。踊りながら歩く歌って最後はスキップやし、ね、全部混ぜた、全部混ぜた、欲張りやな、やつだこれ。それ一番面白いやつじゃん。俺らはめっちゃ面白いかもしれない。ね、なんなん行っとこうって、行っとこう、お酒進みますね。やっぱね、一個年取ったからね、できるやろうな、こういうのなんだわ。2年間逃れ続けてた。2年間、もうついに逃れられなかった。支配人だから、こんなに出たくないんだもんね、こういうのね。連でもいいね、連でもいいね、変わらないです。大丈夫です、それやったらいけるでしょ。いいじゃん。いやそれちょっと飛ぶっすわ。ロン毛のメンタルの弱さ。本当だよ。やっぱ短い人の方がメンタル強いですからね。何それ、結果は光になって坊主だよ。メンタル強すぎた、ね、歌はね、まあね、光が一番得意やから。あれ、君の方が得意。いや、これ別に全然ですよ。歌ったことない。歌ったことない。今まで歌ったことない。そう、マイク見たことない。それは盛りすぎでしょ。マイク見たことない。酒うま、うまいな。酒うめえわ。でも最近コメントが足りないらしいんで、ちょっとあんま結構喋んないとコメント返ってこないです。あ、そうなの。これ俺らでコメントします。ねえ、ながら逆にね。てかコメントなんかあれなの、なんか足りるとか足りないとかあんの。まずこれ4000とか4000とか言ってた。今どれぐらいなんですか、コメントの数。233。お、4000。なんか何でもいいから目指す。言ってたね。何でもいいから目指す。4校みたいなのが出てた時ね。4000言ってたわ、最初の頃。4000。W1 個とかでもいいから4000いきましょう。無駄に。1時間だから、まあ、1000いったら神だね。みんな、W だけで。おお、いいよ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 。みなどだけでいいよ。3個だ、3個やるよ。コメント足りないとかあんの？ないよね。別に。視聴数的にいいんだよ。1000ぐらいまでダメ。コメントの数より来てくれてる数の方が俺多い方がいいと思う。ああ、確かにね。一人でもね、4000打てるから。確かにね。自主的に出演、自主的なわけないからね。好きなタイプとかいいんじゃないですか、ランさん。おー、好きなタイプね。好きなタイプどんな感じですか、皆さん。え、赤西に似てる人から年齢から。あ、俺が似てるようになってたんですか。知らない。右の人だからこうなんだよ。そういうことだね。あ、恐縮です。ねえ、赤西の好きなタイプは何なの。ねえ、ないでしょうね。女性であればいいみたいな。いや、俺は顔がめっちゃ可愛い子がいいです。顔がめっちゃ可愛い子。めっちゃ可愛い子、どういうこと。その系統を知りたい。系統を知りたいでしょ。めっちゃ可愛い子、めっちゃ綺麗で、まあ、スタイルがちょっといい人がいいですね。スタイルがいい人、どういう感じに。いや、なんか、まあ、程よく足が長くて。なるほどな。そう、高めだね。まあ、外見から入るっすね、やっぱり。外見からね。まあ、それはなきにしもあらずで、いいと思う。中身わかんないですからね、すぐに。まあね、AD は。AD は AD ね、あれは、ね、アイドルでしょ。 AD あれは、そう、アイドル系好きっすね、多分。ふわっとした、ふわふわみたいな、ふわふわのロリがいいんでしょ、とりあえず。オッケー、はい、次いきます。雑 AD のあれ、はい、雑っちゃってる。はい、ふわふわのロリね。はいはい、あとまあ行きましょう。 AD はいいから、うん、行きましょう。次、ポニーテル。ポニーテル、シヒーンでやりながら、シヒーンで喋るみたいな。できる長さだから。なるほどな。スーパー。あー、僕でも最近ド M なインランだったら何でも。ド M なインランだったら結構グイグイ来るな。グイグイ来るな。グイグイ来るな。さっき破天荒の人に似てるって。なるほど、なるほど。じゃあ破天荒にね。破天荒にね。そこは不幸みたいな。すげっガッてやる。インランってどっからかって思う。あー、確かに。誰かと誰かを比べてそっちの方がヤバいなって思わない。そう思わない。あいつよりみたいな。そう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 。インランそう、クソスケベかなって思ったらいいですよ。あ、それドスケベじゃない。ドスケベイコールなの。インランドスケベがいいの。ドスサイクでももういい、もう顔とかじゃない。心のスケベを、心のスケベ、みんなが持ってる心のスケベを解放してる人がいいね。なるほどね。ますます米走らんなでしょうね。いいよいいよ、走らなくていいよ。黙って見とけ、黙って見とけ。じゃあ次行きましょうか。誰、皆さん行きます。やっぱり鳥はランさん。皆さんは行っちゃいいやつ来るの。
何歳一円安く買う。俺なんだろう。整形してる人。整形してる人。価値観がね。なるほど。互いに語れるみたいな。語れる。そう、あそこのさ、あそこの美容外科のあそこの場所もさ、誰々さん超いいよね。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう、最高だよ、ね。あ、ヌーのうまいみたいな。そう、ヌーのうまいよねみたいな。芸能人ちなみに例えると。どんな感じなんですか。整形顔の芸能人。釈由美子とか。釈さんね。釈さんとか。釈さんですね。してるよ。いや、ね、芸能人って大体してんじゃないですか、みんな。いやいやいや、失礼よ。大体してるでしょ、8割ぐらい。まあまあまあ。まあじゃあ、とりあえず、ね、まあ、アンサーを残してね。CM は CM の後で。CM の後で。考えてみてください。じゃあ、とりあえず CM です。お言葉ですが、東映社員に。確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、トヤ社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。ねえねえ、ブラックソードの初回無料行ったらじゃじゃーん、これもらっちゃった。なにこれ、羨ましいでしょ。欲しい。いや、あげないあげない。まあまあ、ブラックソードで待ってます。ようこそ僕のシンデレラ。すごい。CM のとはの絵だ。CM のとはの絵だ。見たことないな。歩いてドヤ顔で歩いてきて、ちょっと鏡で一緒にニヤッとして入るっていう。なんだあのプリンススマイル。なんだあれ、秘訣ってたの。ちょっとあれじゃあ、あれ撮影みたいな。あれじゃあマックは無理だぜ。あれじゃあマックは無理だな。あんなニコだったらちょっとね。そうだよ、俺の笑顔の方が目笑ってないで分かりやすくていいのにな。嬉しいな。違うな。じゃあランさんね、行きましょう。大鳥行きましょうか。ランさんのね、好きなタイプ皆さん気になると思いますが、好きなタイプね、とりあえずね、あのまあド M ってとこはね一緒なんだわ、つぐとと。あ、そうね。とりあえず逆に言うとド S だったらちょっとなんか引かない、一線置かない、ちょっと入りづらいですね。でもね、入りづらい。 S 度を引き出してくれるド M が一番いいな。なるほど。うまい。うまい、うまい。なんか何がうまいの。なるほどね。違いますね。違うね。あの年齢とかは別に気にしないですか。年齢は、年齢はもうそうだよね。え、いろいろと、いろいろと、いろいろと、え、幅広く、幅広く、上のがいい、下のがいい。2歳から60歳までいけるみたいな。なるほどね。もうちょい上いけるわ。もうちょい上いける。もうちょい上いける。もうちょい下もいけるんすか。もうちょい下もいける。2歳より下でしょ。1か0しかない。喋るかどうかも分かんないですね。ララにピンマイクつけてあげて。つけよう、もう。小一はいけますか。小一？小一いけます？考えて。あ、本当だ。誰やねん。でもスタッフさんの笑い声さえ聞こえる。ねえ、本当はいけるやろ。付き合えるの。釣り上げてくるから俺ロリコンロリコンに言われる。誰か止めてそろそろ。一番下だとどこまで付き合える。付き合う、付き合っちゃうの、付き合っちゃうの。やめとって、まだ5時前や。付き合えるじゃないの、付き合える。ああ、なるほどね。一番下ね、どこまでぶちかませるかってことですね。どこまでいけるんだろう、実際付き合う。まあ、いっぽう幼っぽく見えればいけるんじゃない。まあ、確かに。どういうこと、どういうこと。どういうこと、どういうこと。ピンマイク、どういうこと。どういう、ピンマイクで。どうやって。072は何だ。072、072下手したら P になっちゃう。 P になっちゃう、 P になっちゃうから。それはね、うまくやればね、うまくやればね。そうだね。ピンマイク使う。どういうこと。プロフェッショナルすぎやつ。いやー、そのコメントの人と仲良くなるっすね。引き出してくれたっすね、なんかね。ランさんも何か引き出したよ。引き出してくれた。さすがやな。で、年齢のベストとかないよね、別に。年齢はもう特にない。この仕事してたら年齢気にしなくなるでしょ。うん、だんだんね。プラマイ10ずついけるよね。プラマイ10は余裕っすね、多分ね。プラマイは無理。マイ10は無理っすか。マイってだって
毎日中学生とか小学生になっちゃう。そうそうやそうや、なるでしょ。間違ってない何歳ぐらいじゃないですか。それは無理だ、そういうのなんだわやっぱ迷子プラ20くらい、迷子25幅くらいだったらまあそうだね、20の幅が前後26やっぱね、上付き前後26、前後26マイナスになっちゃうよ。ゼロからね。ゼロから54まで。具体的すぎてやばいなと思う。何歳の位置がえぐいって。何なの？あのね、もう怖いんだわ本当に。人間怖い最近。今日みんなロリコンねって言ってるけど、俺もね女の子の方がロリコンだと思う。ショタコン。ショタコンっていうの。ああ。女の子が年下の女の子好きってのはなんていうの？ショタコンっていうの。ショタコン。男の子。ショタって何なの？ショタって何？弟って。あーそうなんだ、母性本能すぐるみたいな。絶対俺は思うよ。だってじゃあ20歳からじゃあ25歳ぐらいの人で、じゃあ平成ジャンプで山田涼介好きとか言ってたらさ、ショタコンじゃね。まあまあまあだよね。なんでそれはでも結構そんな悪い感じしないっすね。悪い感じしないんだよね。でも例えばじゃあ30超えてる男が、うんうん、じゃあもう足玉な好きやわ好きやわ、足玉なは行き過ぎやな。それ行き過ぎかもしんないけどね。あー26まだ、ね、加藤清志郎くん超やりたいんだけどって言ってる女の子と一緒や。あーそれやばい、それやばいレベルの犯罪レベルのロリだからな。そうだったんすか。犯罪レベルはやばい、知ってんだよ。相当相当言われてんね。言われてんね。 AKB でもアウトなんだ。 AKB はアウトだって。 AKB やほんとだって AKB くらいの年でしょ。まあまあまあどっちかって言ったらサメぐらいのレベルでしょ。そうっすよね。 AKB だったら山本さやかかな。あーかな。 AKB だったら AKB AKB 誰やろうな。そんな誰でもいいでしょ。いいっすよ誰でもいいでしょ。 AKB わかんねえんだわ。わかんねえな。モモクロだったら緑だな。モモクロ？モモクロは緑だわ。モモクロの顔がいまいちわかんないから。あ、嘘。元気ってイメージが。いや、まあ、元気だよね、あの人たちね。緑でいいの？緑がいい。誰だろう。アリアスの。あー、いいじゃん。なんか、めっちゃ言うやつ多いな。ね、緑。俺、全然わかんないけどね。いや、あのね、顔の、その、なんか可愛さじゃないんだよね。なんか頑張ってる感がいいね。頑張ってる感、うん、そう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 。どういう立ち位置で見てるんですか。プロデューサー目線言うやん。けどみんなそうでしょ。まあ頑張ってる。そうですよね、アイドルがね、頑張ってたらね。男もそうですよ、でも女の子は見た男も頑張ってる人の方が、うん、シンスロリ本店へようこそ。いやいや、俺らやべえやべえやべえ高校生でも入れてそうなんだ。もう今回の放送でね、本店はそんな感じだと。はい、ロリコンです。ね、あの18から入れますんでね。18から20歳の子だけちょっと限定でちょっとあのね、そういういいことできますみたいな。そういうのなんかあったりね。これでもダメなんかイメージ。シャンパン半額になりますよとかさ、例えば。そういうキャンペーン的なのいいよね。そしたらまあ、ロリキャンペーンね。オーバーテンティも。ロリキャンペーン。オーバーテンティって大体オーバーフォーティ。けど今の歌舞伎町ってそうらしいよ。その変な話、こう巨額の額を使ってる割合、18から20歳が一番多いんだってね。すごいらしいよ。まあ、聞くよ、ね、聞く聞くよね。聞く聞く、だいぶ。なんで18歳が月400使えるのみたいな。あ、どっからどうなってんのみたいな感じになってるらしいね。親のお金なのかね。あの金ではないだろうね。お金ってそんな世の中お金持ちしかいない。そんなことないだろうね。自分で稼いでるんだろうね。すごいな。拾ったかもしれないですね。俺あんま年下のお客さんが今までできたことあんまりないから。俺もあんまりいないな。年上の方が多いね。年上の方が多い。解明されたの。また音やだけ。音やだけまんまや。いいのか悪いよかったやん。ロリアにすればなかった。 AD だから AD だから AD だから、いじられないでいいっすよ。いじられもしない感じね。いいね。いじられないのが一番いいんだからね。そうだよね。そう生まれたかった。そう生まれたかった。生まれたかったね。一番いいね。プラマイゼロが一番いいじゃん。なるほどですね。
この番組 AD って扱い嫌です。AD だって自分で AD とかなりたかったの。カンペ書きたかったから。てかなんで髪明るいんですよ。え、これでも染めた方ですけどね。いや、暗くしたいけど、ね、めっちゃ明るい。これは全然暗くないですよね。明るい。普通暗いですよ。ね、ゴルフ場のラフだもんね、あれね。ラフ、ラフ。ちょっと良くないの。ラフ。ちょっとね、打ちづらい。そうですね。打ちづらいもんね。もうちょっとね。俺一番暗くない？あ、つぶくんが暗いかな。俺だってこの間美容室行って明るくしてくださいって言ったら暗くなったどういうの？この世界どうなったの？体赤くない？超赤い。ほんとだ、うん、そっち興奮してるんですか？興奮してるちょっとだけね、ちょっとだけ AD あれだからロリコン、ロリコンAD がディレクターに昇格。おやおや、一日で助かります。さきさん、YOU、つかすさん、ゆきや、エトセトラ。え、なぜそこチョイス？エトセトラあんま出ないメンツみたいな。好きなのかな。好きな、好きなとこなんだ。来週塾長の回ちょっとそれ面白い。けどなんかさ、アメトークみたいにさ、なんかのくくりでやりたくない？あー、そうやね。ロリホスとか。今日だってロリトークでしょ。ロリトーク。次回は何のくくりですかみたいなね。塾トークになるかね。塾トークね。塾トーク、塾トークだったらひかりさんじゃないの？あー、そうやね。だって朝比奈さんもそうです。朝比奈さん、朝比奈さんね。朝比奈さん、だったらどっちかって塾トーク寄りなんだよ。あ、そうどっちかって言うとね。塾トーク見たいっすね。2週連続で2週連続でロリトーク、塾トークいけたらただの変態やどっちでもいけるそれこそね、プラマイね、プラマイ10とかね。けど最近なんか音ホス来たね。音ホス、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 音ホスってなんすか？音ホスって、あー、なんかバンドやりながら、バンドやりながらホスやってて、あの役職が主任とかじゃないんですよ。ギターとか書いてるんですよ。GT ドットとかなってる。それこそなんか VO ドット。すごいよね。それすごい。まあでも1分前やろ。けど1分前なの。他の店の番宣してる場合じゃねえんだわ。お前そうなんだ。本当なんだわ。自分で調べて行ってこいよ。とりあえず22。はい。うん。ちょっとね、店でね、ロリトークしてね。そう、店帰ったらロリトークして。うん。楽しんでいます。そうだね。まあね。まあ今日ちょっとゲスすぎた。最後になったら、さ、ホモちゃうのってのだけ答えておきましょう。いや、ホモでは 100% ない。男はマジで無理やから。けどなんかこう、次週からね、そういうくくりでやっていきたら、ね、いいかもしれない。そしたらホモホスとか出てくるかもしれない。ホモホスだったら、イツキとユキは二人でやっていけば、ね、イチャイチャしだすから、それでいいんだよね。面白いから。ごめんな、お前ら。言っちゃったわ、付き合って9ヶ月だけど言っちゃったわ。まあまたやね。またね。昨日手繋いでたんだわ。よし、昨日手繋いでた。マジか。次は。じゃあまた来週。ありがとうございました。ありがとうございました。塾上トークで。塾上トークで。今日はロリトーク。怒っている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだため、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。